いや結構でかくない？これマジで。でけえ。いやこれ本当に自慢なんだよ、でかさは。超でかいじゃん。うん。いやさすがにこれはでかいし、このでかさ結構みんな好きじゃない？でも。いや見たことねえよ、そんなでけえの。見たことないっしょ。うん。やっぱ自慢しちゃうよね、大きいのって。いや俺そんなでけえの持ってないね、全然。でしょ？俺は持ってんだよ。え、すげえな。そう、毛の生え方もすごいし、毛並みもめっちゃ良くて。え？うん。いやすごいよ。まあ匂い、まあ匂いちょっとするんだけどね。あ、そうなの。まあ、でも全然本当にでかいしかっこいいから。気になんねえよ。ちょっと一番かっこいいとこ見せてあげようか。見せてくれよ。めっちゃかっこいいとこ見せてあげるよ。見せてよ。これ散歩でさ、フリスビー撮ってるんだけどさ、これ見て、うちのワンちゃんめっちゃかわいいじゃん。やっぱかわいいね。超かわいいじゃん。でけえゴールデンレトリバー。超でけえ。かわいい。はい、おはや。おはようございます。はい、おはや。はい、おはようございます。おはや。おはようございます。眠たかった？はい眠たかったね。すいません。はい、寝不足？まあちょっと、はい、そうですね。はい、あまり寝てなかったんだ。はい、すいません。おはよう。おはようございます。気持ちよく起きれた？あ、はい。はい、すいません。集中しようね。はい。はい。おはよう。はい。おはようございます。めっちゃ目覚めた。やば。ん？ん？このクラスはですね、ちょっと遅刻が多いね、気の緩みで、まあ、こうなっちゃってるのだったらもう先生はもうダメだと思う。受験もあるしね、こういう遅刻をすることはダメ。先生のことを抱けるなら抱いてみな。ねえ、これ本気で言ってるよ先生。ねえ、先生のこと抱けるなら抱いてみなよ。抱いてみなさいってんだ。ねえ、先生にこんなこと言わせないで。抱けるものなら抱いてみなさいってんだよ。久々にドッジボールやりたいな。いや、わかるでしょ。ウィーねえ、ウィーねえ、おはよう、ウィー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 すごい良かったね。良かったね。私初めてだった。俺も初めてだった。そうだったんだ、うん、初めてってあんな感じなんだね。俺知らなかったよ、うん、意外にあんまり痛くないし、なんかもっとこうもたつくのかなって思ったけど、なんかね、ちゃんとスマートにできて良かった。良かったね、うん、なんかもっと大好きになったし、こういうのを義務教育じゃ教えてくんないもんね。そうだね。またやりたいな。そうだね。うん。